はい、こんにちは。パーカッション高見です。0から始めるパーカッション、ジャンベ編。この動画のシリーズでは、このジャンベという楽器について、1からいや0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。このチャンネルでは、いろんなパーカッションの奏法を解説しているんですけども、今回からいよいよこのジャンベ編がスタートということでね、今回が初回、第0回でございます、はい。これからシリーズでどんどん動画を上げていきますので、これからジャンベを始めたい、ジャンベに興味あるという方は、ぜひ見ていってください。 初回の今回は何をやるかというとこのレッスンのガイダンスとこのジャンベについて知ろうということでジャンベの基礎知識をみんなにシェアしていきたいと思います。はいこのレッスンでは本当に基本的な音の出し方叩き方っていうところから始めてだんだんステップアップして最終的にはいろいろなリズムが叩ける。 そして曲の中音楽の中でいろいろ伴奏演奏ができるというところまでステップアップレベルアップしていきたいと思っておりますでこのジャンベという楽器はもともとアフリカの民族楽器なんですけれども他の多くのパーカッション世界中のパーカッションに比べてジャンベはですねこう世界中に普及しよう普及しようと広めよう広めようっていう取り組みが多くされてきた楽器なんですねでそういった背景もあって で結構このねジャンベの叩き方だったりそのアフリカネイティブアフリカンのリズムっていうのは世界中に広まっていますで現に YouTube でですねジャンベと、まあ、アルファベットでジャンベと検索すれば結構いろいろな叩き方の動画ハウトゥーの動画っていうのを見ることができると思いますなのでこのレッスンではそういったネイティブの方がやってる演奏や動画を見てもいまいちそれちょっとどうやってるのかよく分かんないぞといったところだったりあんまりこうね 言葉で言語化されていないようなところまで細かく解像度高く解説していけたらと思っておりますはい。なのでぜひですねこのジャンベについてよくわからないところがあるとか知りたいことがあるという場合にはコメント欄にお気軽にコメントをくださいはい。そのコメントを反映させて今後のレッスンに活かしていきますのでよろしくお願いしますはいではここからはこれからジャンベを始めようという場合にこれだけは知っておいた方がいいよという基礎知識をざざっと紹介していきますはい では早速ですけれどもまずジャンベっていうのはねこういう形状をしていますはいこれは杯かずき型こうブレッド型と言いますけれどもこう上の方が、ね、広がっていてだんだん細くなってこうくびれて下の方は結構細身になっているといった形状ですここね空洞になってました。下の方は穴が開いているいわゆるシングルヘッドの太鼓パーカッションでありますでこの皮は基本的に本皮の場合はヤギの皮 ヤギの皮が貼られていてい最近ではプラスチックでできたプラヘッドなんかが使われるこ,ともありますでこうキュッとねくびれている形状であることによってこれドンっていう低い音とカーンっていう高い音この低い高いのメリハリがすごいはっきり出せる太鼓なんですね。 この低い高いがはっきり出せることによっていろいろなリズムが叩けると。 もともとのネイティブのアフリカのリズムはもちろん叩けますしそれ以外でもねドラムのようなアプローチこの低い音がドラムのキックバスドラムで高い音がスネアみたいな役割でねブンパンブ,ンブーブ,ーブ,ーブーパーンブブンバンみたいな叩き方ができるとでドラムセットのようなアプローチができるっていうことはそれすなわちですねもうどんな音楽でも 合わせるるるるここととががででできき伴奏すすっていうことなんですねだからちょっとこうセッションにねジャンベ持って叩けば大体いいどんな曲でも合わせることができますでこれからジャンベを始める方に絶対知っておいてほしいことはですねこのが結構音でかいんですよなので基本的にねこの家の中で叩くっていうのは難しいっていうか日本だとまず無理だと思っておいてください一応このボディの中にタオルをギュギュッと詰め込んだりして この音量を落とすミュートしたりすることはできるっちゃできるんですけれども、まあ、それでもね、まあ、本気で叩いたらこの家が揺れるぐらいには音量がでかいということなんですねなので基本的にこう外に持ち出して例えば公園だったり河原だったり公民館スタジオなんかにねこう持っていくことが多くなると思うんですけれどもそこで重要なのがですねこのサイズと重さっていうところなんですね でこの楽器のサイズ一般的にはですね小さいものだとこの K の大きさ画面の大きさが8インチから14インチくらいまであります、はい、参考までですね今ここにあるジャンベで簡単に比較をしてみたいと思います、はい、まずこちらがですね画面サイズ約10インチのジャンベいわゆるこれねミニジャンベと呼ばれるようなサイズでかなり軽量持ち運びがしやすいです この革がね緩い状態なんでちょっとチューニングが低いんですけれどもこれぐらいのサイズでも十分音はでかいという感じですなのでこう気軽にねちょっとこう軽く叩きたいなというぐらいだったらこれぐらいのサイズでも十分かなと思いますけれどもこれより大きいサイズじゃあ次これ11と半、えー、11.5インチのジャンベなんですけれども これがいわゆるレギュラーサイズですねはいこれぐらいになるとこの低音と高音のメリハリがすごくはっきり出るいわゆるジャンベらしい本格的な音を出したいというのであれば、まあ、少なくとも11インチ以上のものを選ぶといいかなと思います、はい、で最後これがですねサイズが1 2 5インチ12と半のサイズではいこれぐらいになるとかなり音量もあるし音のメリハリもはっきりつくという感じですただしサイズが大きい分ですね重いので持ち運びが大変というデメリットもありますので用途に合わせて自分はどういうシチュエーションでどういった場所でジャンベを叩けるのかなっていうのを 考えててもらっっそれに合った、ね、ジャンベを選ぶとといいいかなと思います持ち運びやすさを優先させるのかそれとも重くてもいいから音量が出るもの音のメリハリが出るものを選ぶのか、まあ、両方いいとこ取りでちょうどいいサイズ例えば11インチぐらいの、まあ、適度に重くて持ち運びがギリギリできるサイズで音のメリハリがはっきり出るものを選ぶのかっていうのを考えていただければと思います。 はいでは続いてこの革の張り方チューニングの仕方も楽器によって違いますので見ていきましょうまずここに写ってるのがですねいわゆるロープチューンロープタイプのジャンベというやつでこのロープを使って革にテンションをかけて張っているというものになりますでこのロープタイプのジャンベっていうのは基本的にもう貼ったら貼りっぱなしですお店で買ったらまあその時のままというかね この革の張り具合は基本的にずっとこのままの状態で叩いていくというふうになります。でこういったフックを使ったり改めてね自分でこのロープを増し締めすることによってチューニングを微調整することはできるんですけれどもあんまり大きくチューニング上げ下げすることは難しいと考えておいてください。でちなみにこういうふうにねヤギさんの毛を残しモフモフフサフサを残したままにしたりそれをそぎ落としてね シンプルにしたりすることはできます。対してこちらのジャンベのようにこのようにチューニングできるラグがついていましてこれを上げたり下げたりすることによってこの革の張り具合を変える音を低くしたり高くしたりすることができるというチューナブルなジャンベもあります。こちらの方がより手軽にいろんな音が楽しめるという感じですね。なのでこれからジャンベを買おうという方は是非ご自身の用途に合わせて楽器選びをしてみてください。 例えばバンドの中でジャンベを叩くという方はね、いろいろこう音が変えられた方がいい、チューニングできた方がいいと思いますので、チューニングが簡単なこういうチューナブルなジャンベを選ぶのもいいですし、いやいや、このロープの見た目がかっこいいんだよという方はね、このロープタイプを選んでもいいし、いや、このモフモフがいいんだと、このモフりたいんだと。 いいいいいいううう方はこういうね怪我ついたタイプを選ぶとといいかなと思います最後に1個注意しておきたいのはですねこのジャンベの本側やぎ側っていうのはあんまり強く張りすぎたり湿度の差が激しい場所に置いておくと破れてしまうことがありますはいで破れてしまった時にこれを修理できるお店貼り直しができるお店が近くにあるかどうかっていうのを確認しておくと安心かなと思います店頭でジャンベを買った場合には、まあ、その店頭に聞いてみるっていうのがいいんですけれども例えばネットで ジャンベ買った場合なんかね、ネットで買って皮が破れてしまって、皮を修理できる店がないといった場合ね、ただこの胴体を持て余すということがなきにしもあらずなので、ぜひ調べておいてください。ちなみにこういうチューナブルなタイプのジャンベ、こういうのは大体大手打楽器メーカー、LP、レモマイネルといったメーカーが出してるんですけども、こういうタイプであればですね、このヘッドはもう交換用ヘッドとして、 販売ししててておりりまままネットででで取り寄せることとももきすすので、まあ、そういいいいいったた観点かからもね楽器選び考えていただければいいかなと思いますはい。というわけで、今回はこんな感じになります。次回以降ですね、具体的な演奏方法の解説をしていきますので、お楽しみに。また、このジャンベについて、もう、生い立ちから深く、詳しく知りたいという方にはですね、ジャンベの歴史という動画も以前に作っておりますので、ぜひ見てみてください。結構ね、この歴史も面白いですので、ぜひ見てみてください。 はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しております毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやってますのでぜひチャンネル登録して参加してくださいそれではまた次の動画で会いましょうバイバイ